ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。88年エニックス、2017年スクウェアエニックス。前回はジパングでヤマタオロチを撃破してパープルオーブを手に入れたのと、海賊の家で探索してレッドオーブを手に入れたんでしたね。で、残すところオーブはあと2つってところで、ヒントがなくなったんでいろいろと回ってたら名前のわからない塔を見つけまして、そこでオーブのありかがわかるヤマピコの笛を手に入れました。あの塔は実はアープの塔っていう名前らしいですね。前にどっかで話聞いたことあったかな、ヤマピコの笛。それとあとはルザミの島に行ってガイアの剣っていうヒントを聞いたのと、それからグリーンラットの老人の家で変化の杖が欲しいって言われて、その老人が船乗りの骨、幽霊船に行くためのアイテムを持ってるから、今からサマンオサにある変化の杖を取りに行こうとしてたんですね。で、どこからサマンオサに行くかわからなかったんですけども、多分ここグリーンラットの南にあるこの祠の中に旅の扉があるみたいで、ここから行けそうな感じ。ちょっと行ってみましょうか。さあ、ここアイテムは2つ、1個発見。小さなメダルってことはこの対面かな、メダルですね。さあ、旅の扉が3つあるんですけど、どこがそのサマンオサにつながってんのかね。ここっぽいな、行ったことない街ですしね。噂ではサマンオサの王が人代わりしたらしい。勇者サイモンが右の旅の扉より追放されたのも王の命令と聞く。サマンオサはこの祠の西、山沿いをぐるりと西に進まれるがよかろう。この西にサマンオサがあるんですね。こっちに勇者サイモンが飛ばされたってか。これはどこに来たんだ。ここはどこだ。なんかありましたね、小さなメダル。旅人の宿屋ですかね。この湖の真ん中に祠の牢獄があるらしい。囚われていた者たちの魂が今でもさまよっていると聞く。あ、ここオリビアの岬ですか。なるほど、この湖の真ん中にサイモンが飛ばされたんですね。あのちっちゃく見えてる島かな。今はそこには用はなさそうなので、まずはサマンオサに行きましょうか。ここから西に行けばいいんですね。魔法おばば、強そうな見た目してんね。意外に簡単に倒せたな。そんなに強くない。でももらえる経験値が多かったから多分強いモンスターなんですね。赤い雷、地獄の鎧。赤い雷ってどういう意味だ。ヒラリさんのヒャダインは強いな。すんごい助かる全体攻撃。これかな、サマンオサ来ましたね。お、なんかあるぞ、小さなメダル。あと2つありますね。ここは宿屋、誰かの葬式をやってるんでしょうかね。わしは若い頃からの王を知っておるが、今の王があの王と同じ人物とは思えんのじゃ。そんなに性格変わったんですね。あんたなんで死んだのよ。ねえ、もう父ちゃんは帰ってこないの。どこかへ行ったの。おいおいおい、王様の悪口を言っただけで死刑だなんてあんまりですよ。これじゃあおちおち商売もできませんよ。だいぶ独裁政権ですね。
ブレなんよ、お前はいいやつだったのにな。天にまします我らが神よ、戦士ブレナンの冥福を祈りたまえ。悪口言うだけで死刑にされちゃうんですね。怖い政権やな。お、素早さの種。あれ、ここは何も見つからないの？小さなメダル。びっくりマーク出てるところは一体何なんでしょうね。さあここは力の種。どうやら店の者は葬式へ参列しているらしい。あ、こんなところにモンスター闘技場が。さあこっちは不思議な作りの建物ですね。もうこの町を出ていくしかないのかな。よその町へ行くと言ってもおじいちゃんを連れて行くのは無理でしょうし。ああ困ったわ。みんな王様の政権が怖いんですかね。恐怖政治ですもんね。こっちから話しかけたらどうなる。変化の杖のことは俺も聞いたことあるよ。うちみたいな普通の武器屋じゃ扱えない代物だな。やっぱりこのサマン王さんにあることは間違いなさそうですね。こっちは、あ、こっちはお城につながってる。なるほどね。一回お昼にしましょうか。どうしてこんなことに。夫もさぞや無念だったと思いますわ。ここはやっぱり何も見つからないな。ここだけの話、王様がおかしくなったのは変化の杖のせいだ。俺はそう思うんだが、あんたどう思う。わかんないですね。やっぱりな、あんたはそう言うと思ったよ。ところでバシルーラされた仲間はルイーダの酒場に戻っているって話だぜ。突然話が変わりましたね。びっくりするぐらいところでやったわ。ここは道具屋です。道具屋は特に大したもの売ってないですね。この人は多くの人たちが毎日牢に入れられたり死刑になっているんです。昔はお優しい王様だったのに。やっぱり人が変わったって噂は本当ですね。王様は夜になると2階で1人で寝ているそうじゃ。城内とはいえ不用心だと思うがの。この情報は何か王様に近づくためのアドバイスかな。あんたも命が惜しいならお城には行かない方がいいよ。そんなに怖い王様なんすね。魔王が世界を滅ぼすなんて噂もあるし、長生きなぞするんじゃなかったわい。おじいさんもだいぶ悲観的になってますね。さあお店は何売ってんのかな。おー、強い武器売ってんな。欲しいけどどうしよう。買えるか。ドラゴンシールドはまず買いましょうね。あらやん。それから魔法の鎧も会長が装備できるんですね。会長には渡して、それからゾンビキラーが強いな。どうしようかな。アラヤンは攻撃力が2しか上がらないからいいんですけど、セント君にはゾンビキラーを渡したいね。はい、会長にも渡したいな。会長はイカズチの杖だから渡しちゃいますか。それからこれですよね、パワーナックル。これが欲しいけど買うだけのお金がねえな。いらんもん打ったらなんとかなるか。鱗の盾と蛍こぎとモーニングスターも打っちゃいましょうか。これで買えるでしょ。パワーナックル、オッケー。結構強くなったけどお金が全然なくなったな。じゃあお城の方行きましょうか。私はサイモンの息子、行方知れずになった親父を探して旅をしている。噂ではどこかの牢屋に入れられたと聞いたのだが。西の方の湖の真ん中の牢屋に入れられてるよ。なんかこの辺怪しくないですか。そんなことない。
こういう風に意見があったりするとなんかやっぱりね、小さなメダル、どうも。真正面とは反対側というか右側にも城の入り口がありますね。ここは城の勝手口だ。御用聞きのものか。いいえ、それならば表の方に回るがよい。後からあっちも入らないといけないっぽいですよね。ここは左門王様の城だ。王様に呼ばれてきたのか。いいえ、では立ち去るがいい。用のないものを城の中へ入れるわけにはいかぬ。これ入って答えたらどうなんでしょう。嘘をつくな、お前のような奴が来るなど知らされておらぬ。まあそりゃそうですよね。王様のアポぐらいはさすがに兵士も把握してますよね。こっちから入りましょうか。素通り。ここはお城の台所。ご用のない方はご遠慮くださいませ。お、小さなメダル。他にもアイテムがあるのかな。あと一つ。邪魔をしないでください。食事が遅れると私たち死刑になってしまいます。そんなに厳しいの。王様怖すぎるでしょう。あの人が王様ですよね。この辺は何かあるかな。何もない。この人は何してんの。噂では魔王というものが世界を滅ぼそうとしているらしい。もしかして王様は魔王に心を売ってしまわれたのであろうか。それだけ話すだけなのにあんなところにいてらっしゃるんですね。お、この人は姫様かな。あんなに優しかったお父様なのに。姫にはお父様が別人のように思えてなりませんわ。お、何かあったぞ。命の木の実。姫様から見てもそうなんですね。ここは何でしょう。まあこっちから王様の寝室に抜けられるのかな。そんな感じがするね。あ、ですね。ズルッコの本。コンボ。受けてきちゃダメな方ですね。向こうから落ちましょうか。じゃあ地下の方も見てみます。ここは牢獄。立ち去られる。立ち去られよ。入れないんですね。じゃあこれは一回夜にして王様の寝室に忍び込もうって感じかな。ララルートやっちゃいましょうか。ああ、町の入り口まで戻される。そうなんや。さあ勝手口から入ってきましたよ。兵士は何やってんだ。もぐもぐぐう。ゲホゲホ。すまん、このことはどうか王様には。このところちゃんとした食事をとってないんだ。だからついつまみ食いしてたんですね。ひ、王様、何卒お許しを。ぐうぐう。ああ神様、今日も命がありました。なんて怖い町なんでしょうか。王様のためなら私たち何でもいたしますわ。おほほほほ。王様はとっても立派な方ですわ。おほほほ。地下牢はどうでしょうか。あ、やっぱりこっちはいけないんですね。さあ王様の寝室に忍び込んでみましょうか。誰じゃわしを起こすのは。むにゃむにゃ、明日にせえ、明日に。むむ、貴様どのようにして上へ入り込んだ。さあ見逃してやるからさっさと出ていけ。見逃してくれんのか。どうしたらいいの。よく考えたら昼間に王様と話をしてないと思って戻ってきましたよ。お、なんだなんだ。急に捕まった。マジで。夜に忍び込んでも何も言われへんのに、昼間に真正面から王様に謁見しに行ったら捕まんの。降りろ。
ら、捕まっちゃいましたね。入るんだ。おとなしくしているんだぞ。普通に開けられちゃいますよね。さあ、アイテムは1個ありますね。ここかな。私は旅の詩人です。遥かロマリアの北東、湖の祠の牢獄で朽ち果てたサイモンのように、私もここで一生を終えるのでしょうか。ああ。お、メダルゲット。やっぱりサイモンは牢獄で死んじゃったんですね。ただの屍。きっと魔物たちが人に取り付き始めたのですわ。おお、怖い。真実の姿を映すラーの鏡というものが南の洞窟にあるそうだな。そしてこの話を人にした途端、俺は牢に入れられたのだ。クソ、どうなっているのだ。やっぱり王様は偽物なんですね。それを知られたくないから、そのラーの鏡を隠蔽しようとしているのかな。お、これは王様。あ、なんか拾いました。命の石。誰かそこにおるのか。わしはこの国の王者。何者かがわしから変化の杖を奪い、わしに化けおった。おお、口押しや。やっぱり偽物ですか。こっちはなんだ。どこに続いてんのかな、これは。あ、これがお墓んとこに出てくるんですか。なるほどなるほど。じゃあ次はこの南の洞窟ってとこに行って、変化の杖を取りに行きましょうか。じゃあ向かいましょうか。そこですね。キラーアーマー、コング。初めて見る敵ばっかりだな。強いのかな。敵の攻撃を見る前に倒しちゃったんで全然強さわかんねえな。経験値は結構たくさんくれるから強いんでしょうね。さあ、サマンオサ南の洞窟。宝箱なしのエリアですか。階段見っけ。ラッキー。お、宝箱がある。いっぱいあんね。お金。これちょっと怖いな。インパス使えますか。青く光ってる。ってことはアイテムかな。力の種。これも青く光ってんね。お金。大丈夫なのかな。青く光ってる。キメラの翼。お金。大丈夫ですね、意外に。使わなくていいかな。大体でもこういうのって油断したところらへんから、この辺から怪しいんですよね。お、メダルゲット。かね、ここにも宝箱あるんですね。これは絶対怪しいでしょう。赤く光ってる。これはモンスターですね。これも赤く光ってる。これも赤い。これ全部モンスターですね。これは怖えな。あといくつあんのかな。ここに4つ宝箱があって、あと12個。これとは別に8個あるのか。ガメゴンとシャドウ。強そうなモンスター出ましたね。普通に倒しましたね。結構レベル上げすぎたかな。簡単に進んじゃうな。こっちかな。お、あったぞ宝箱。一つ目は大丈夫でしょう。スタミナの種。お金。ゾンビマスター。どんどん新しいモンスターが出てくるね。
恐ろしいね。マホトラ使ってくるぞ。 MP が吸われる。しかもザオラル使ってくるんですね。生き返すつもりやん。ちょっとめんどくさい敵ですね。さあこっちのこの宝箱は、ハヤテのリング。ハヤテのリングって前にも取ったかな。素早さ上がるやつですね。オッケー。さあこの辺怪しいね。赤く光ってる。こっちは青いね。メダルゲット。あといくつあるんだ。あと8個ってことは、あと3つまだ開けてない宝箱があんのかな。こんだけ宝箱があったら怪しいよね。お、強そう。骸骨剣士。簡単に倒しちゃうな。経験値がだいぶもらえてるから、多分強いモンスターなんでしょうね。さあまた来たぞ、宝箱。インパス。これはモンスター。こっちはアイテム、命の石。これもモンスターですね。これで全部見切ったかな。そうですね。さあこっちまた次のマップ、ここのマップには2つ宝箱がありですね。お、湖の離れ小島みたいなところに、離れ小島みたいなところにアイテムが1個あるね。ぬいぐるみ。それはなんだ、装備か。あ、装備ですね。あ、誰もあんまり強くならないな。預けとこ。このフロアの宝箱はあそこの真ん中だけでしょ。どこかに落とし穴みたいなものあったかね。ありました。こんなところに。地下2階にやってきた階段のすぐ下でしたね。こっから落ちんのかな。あった、見つけたぞ。ラーの鏡。さらに下に落ちて、ここは何もないですね。じゃあこれで全部見切ったから、あとはサマンオサでラーの鏡を使って王様の正体を暴いてやりましょう。さあってことで、夜のサマンオサ城の王様の寝室にやってきましたよ。彼にラーの鏡を使えばいいんですよね。ヒラリはラーの鏡を覗き込んだ。なんと鏡には眠っている化け物の姿が映し出されている。見たな。ケケケケケ、生きて返すわけにいかぬぞえ。いかぬぞえ。どうした、急に。王様の格好の時そんな喋り方じゃなかったでしょ。とりあえずバイキルと、それからあとはね、クルトで守備力上げましょうか。確かルカなんか使ってくるはずなんですよね。やっぱり。よし、マホトン封じ込めた。さあそれからヒラリさんもバイキルトを入れて、それからルカニ系は効かなかったかな。とりあえずピオリムで素早さを上げといて、もう一回スクルト。攻撃が強えな。よし、スクルトが効いてるみんなは攻撃があんまり通らなくなってきましたね。オッケーオッケー。この状態であとは全員でバッチリ頑張れ。いけるでしょう。ルカにも効くのか。いいね。
勝ったでしょう。全然攻撃が食らわなくなってるから痛恨の一撃だけ出なければ大丈夫。 OK。 お、レベルアップ、ひらりさんですね。お、会長もレベルアップ。グゲゲゲ、おのれ、グワー。ヒラリによって偽の王様は倒され、すぐさま本物の王様が助け出された。そして夜が明けた。夜が明けんの好きですね、ドラクエ3は。おお、なぜか寝室からスタート。王様の寝室でこいつら寝たんか。オッケー、変化の杖ゲットしました。いやいや、あなた様は本物の王様を助けていただき本当にありがとうございました。その説はご無礼しました。どうか許してください。さあ王様、再びここに座れるとは思わなかった。心から礼を言うぞヒラリー。ヒラリーが、あ、これはいつものやつですね。さあこれで城の皆さんも城下町の人々もちゃんとした暮らしができるようになるんでしょうかね。もうコウモリやヤモリを料理しなくてもいいんです。嬉しくて嬉しくて。そんなん料理しとったんや。ここはお城の台所、ご用のない方はご遠慮くださいませ。そんなコウモリとかヤモリとか料理しだしたら王様が普通の人間じゃないってすぐにわかるでしょうよ。私は牢屋に閉じ込められていた踊り子です。助けていただいてありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。世の中いろいろなことがあるものよな。お姫さんはどういう感想でしょうかね。優しいお父様が戻ってきたんです。まるで夢のようですわ。よかったね。おかげで牢にいた者たちも出してもらえたよ。ありがとう。いえいえ、待っていろよ。ここから牢を抜け出して悪い王様をやっつけてやるからな。何、本物の王様が戻ってみんな牢から出してもらえたと。そうか、すると俺はただの間抜けだな。その通り、こんなとこに詰まってる人がいるなんて知らなかったわ。城下町のみんなはどうかな。これでこの国にも平和な日々が帰ってきますわ。ありがとうございました。この町を出ていく必要がなくなりました。いえいえ、どういたしまして。本物の王様が戻られたそうじゃ、長生きはするもんじゃの。わっはっは、お客さん間違えたね。向こうへ回っておくれ。急にみんな明るくなってんね。まあよかったよかった。ってことで変化の杖手に入れましたけども、これ使うとね、こんな感じで違う人に化けられるってやつですね。確かこれモンスターとかにも変身できたはず。あ、おう。さあこれをグリーンラットのおじいさんのところに持っていくんですけど、その前に一旦エルフの隠れ里行っちゃいましょうか。確かね、ここのお店で人間じゃないものに化けてると物を売ってもらえたはずなんですよね。おじいさんになりましたね。お、誰かいてる。人間のお前さんがこの村に何の用だい。うっかりエルフと恋に落ちたりしたらとんだ不幸になるぞ。さあお前さんの家にお帰り。魔物になりました。魔物、姿を変えても私たちには分かります。あなた方人間には物は売れませんわ。あ、ダメなんですか。あ、売ってくれました。魔物と人間はダメなだけなんですね。お、天使のローブ、そんなに強くないね。祈りの指輪、モーニングスター、眠りの杖、黄金のティアラ。特にこれといって欲しいものはないですけど、優しくなれる本だけ1個買っときますか。祈りの指輪は欲しいな。お金があんまりないんですね。祈りの指輪はもう1個ぐらい欲しかったけど、まあいいか、これでね。じゃあ行きましょうか、グリーンラットのおじいさんのところに。